はいどうもほだろですというわけなんですけども、はい、今日もね2週間ぶりにね修善寺来ました。温泉来ました。もうなんか全然久しぶり感がないな。今からねまたね修善寺バーガー食べに行きます。なんか前はなんかアマゴかな、アマゴのわさびって言ったんですけど、今回はなんか椎茸かコロッケかどっちか考えてます。椎茸ここな、あそこ早速修善寺バーガーですね。はい、ありますんでちょっと食べたいと思います。でその後にね、温泉入ってね、温泉入った後にね、その三角スタンドのね、イベントのキャンプ場に前入りにしようかなと思ってます。はい、じゃあちょっとね、ちょっとだけ修善寺巡りしてきます。魚、伊豆特産の川魚、アマゴを使ったやつ、これ前これ食いました。これ美味しかったです。わさころか、わさころ、わさびを使ったコロッケが、原木椎茸行こうかな。で、椎茸コロッケバーガーですね。はい、揃いましたね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。椎茸とコロッケのハンバーガー。このまま椎茸ですか？中に入ってますね。こっちに椎茸が入ってる。あ、香りきた。合う合う、コロッケと合う。すごい香りがしますね、ずっと椎茸の。はい、2週間前と全く一緒の風呂屋来ます。他の風呂屋をあんま知らないんでここに行きましょう。ここのお湯はね、狭いんですか、お湯は嫌いじゃないんですよ、すごい好きなんですよ。入ってきます。ゆうさん、じゃあここまで来てくれてありがとうございます。じゃあ明日に向けて頑張りましょう。乾杯。乾杯。はい、あ、上品、伊豆のビールすごいこれ、あ、バイツェン、あ、バイツェン美味しい、全然違う。それスタウトですか？はい、黒ビールですね。おはようございます。うわ、すごい歪んでる。これで、はい、おはようございます。はい、皆さんテントを撤収されてね、イベントに挑む感じになっております。はい、今日はいい天気ですね。すごい三角スタンドのイベントも、ね、成功するんじゃないでしょうか、この天気だったら。